陳、大鳥列は中華民国の海軍軍人、政治家。北京政府では法天派に属して東北解放艦隊を設立し、国民政府でも同艦隊を率いた。字は成明。塾教師の家庭に生まれ、18歳で秀才となっている。しかし、1904年に軍人の道に転じて部長で新し権陸軍に加入し、後に、 初級軍艦補修班教習となった。1906年春に日本へ渡り海軍兵学校第2期を卒業している。なお、在学期間中に中国同盟会に加入し、洋社会帝都も交流している。1911年夏に帰国し、海軍で教練艦や参謀を歴任する。同年10月、武将機器が勃発すると、陳弘司列は、 革命派の湖北軍政府で海軍戦意師に任せられる。陳は新朝側の海軍に革命派への転向を働きかける工作を展開し、革命派に転じた艦隊と共に南京攻略に参加した。中華民国成立後、陳広司列は南京臨時政府において海軍部軍機どころ参謀に任せられ、翌年、北京政府で参謀本部上高課長に転じた。 1916年3月から2年半にわたり、欧米へ海軍の実情調査に赴いている。1918年10月に帰国し、陸軍大学の第5期、第6期海軍教官を務めた。1920年春、陳広志列は、に港事件の事後処理のため、中国側副代表として、日本との交渉に当たった。この時の交渉の成果を評価した東。 三世純越し、張作人により、陳は割引いる法典派へと招聘される。同年冬、吉黒江坊司令公所が成立し、陳は同公所参謀に任せられ、間もなく参謀長に昇進した。1922年8月、公房司令公所内に後継所が設置され、陳はその所長を兼任している。翌百二十三年七月、陳の権利を入れた、の命により、 東北海防艦隊が結成され、陳が海軍中将司令を兼任した。以後、陳博司列は東北艦隊の指導者として北京政府において台頭することになる。1927年7月には陳博司列は北海艦隊に職種を伸ばして、これを東北艦隊に組み入れてしまう。さらに新たに東北艦隊の合同指揮機関として海軍総司令部を設立し、 張作林が総司令、陳が副司令に就任した。もちろん、実際の東北艦隊指揮権は、陳が掌握し、総司令事務を代行している。陳、大鳥列別 A、張作林死後の1928年12月、張学良が国民政府に歴史すると、陳広司列もこれに賛意を示した。東北艦隊は、東北海軍と解消され、引き続き陳がこれを率いている。 翌年1月には、東北政務委員会委員も兼任した。1931年に満州事変が起きると、陳弘市列は、東北艦隊司令部を陳東に移転させている。同年11月、陳東市長を兼任し、北平政務委員会委員にも任ぜられた。翌年8月には、軍事委員会北平文化委員、1933年6月には、 行政院中北平成無政務整理委員会委員と歴任している。陳太夫市長としての陳は内政面で功績が大きく、特に市外建設や学校振興は評価が高かった。日中戦争勃発後、陳広司列は陳太夫陸海軍総指揮部式に任ぜられた。当初は紹介席の命令もあり、日本人居留民の帰国等への妨害は一切控えている。しかし、 上陸してきた日本軍と交戦を開始するようになると、戦況が不利となったこともあり、1937年12月、陳は日本資本の宝石工場その他を焼き払って、山東省南部へ撤退を開始した。一方、山東省政府主席、藩福は、陳広司列よりもさらに交戦意欲なく撤退したため、後に、紹介席により軍名違反で処断されている。 これにより1938年1月、陳は、漢の公認として、三島省政府主席に任ぜられ、この他にも、同省保安司令、ロイケル戦区副司令などを兼任して、交戦を継続している。日本軍相手に戦う一方で、陳は、中国共産党をも敵視しており、国境合作が成立していたにもかかわらず、八祖寺軍への攻撃も繰り返した。 1941年冬、陳博志烈は国民政府中央に召喚され、農林部長に任命された。翌年12月には国家総動委員会議秘書長も兼任し、戦時の領食調達を担当している。1944年8月、中国国民党中央統制工作公閣委員会秘書長となった。翌年、東大五期中央執行委員に選出された。 戦後の1945年11月、陳広司列は東北地域に派遣され、接収のための視察を行っている。翌年3月、石膏省政府主席に任ぜられ、戦災からの復興政策に従事した。1948年7月、甲子院選挙部部長に移り、翌年1月の紹介席部屋と共に、陳も引退した。同年、台湾に逃れ、 相当不国策顧問に任ぜられている。1969年3月12日、体中死にて病没。去年88、ありがとうございます。